食べる？卵も美味しいね。納豆美味しいよ。納豆だけ。だったるわ。住んでみて毎週東京来てて、でその東京の友達とかにも頻繁に会ってるし、まあ、東京来れるからいいよな。うん、ずっと大阪ってなったらちょっとあれやろ。そう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 。でそのさ、来てるタイミングは基本一人で来てるからさ、前みたいにご飯行ったりとか泊まったりとかもしてるやん。でなんかそんなんで結構バランス定期的に自分もさ、逆に自分の時間ができたって感じ。そうなんよ、逆にできた。じゃあ東京におったらずっとさ働いてて夜も仕事しちゃうよ。まあ、そんなんも今もしてる時はあるけど、なんか東京に行った時にガーって仕事して大阪結構ゆったりって感じ。なんかその自分がおすすめ、そうおすすめマジで。まあ、東京ともう一個住むとしたらどこにする？住むとしたら、うん、みんなちゃんは沖縄とか好きやん。あーそうかそうか、沖縄との日程点いいね。全然違うもんね。かなんかまあ普通に鎌倉とかいいですね。落ち着きますね。住むとしたらな、はいはいはい、でもまあそのゆったりできるのは必要やな。うん、いい意味でな。誕生日おめでとう。すごいやん、なにこれ。ちょっと握ってよ、なんかできる。これ、うん、すごいグググッと、さっき上手にできてんな。ペン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 、うん、来たら取って。じゃあママ測って、うん、これいいですか？うん、いいよ。これいちかさんが握ってくれたの？うん、そう。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 33歳おめでとう。黒いけど、ランチに来ました。私はグリーンカレー。パパはなんだ、豚の肩ロース。肩ロース、いただきます。さあ今から、目星を事前につけてたコートとか服を見に行きたいと思います。誕生日プレゼント、イエー。本当食べてしかない。でももうさっきのね、さっき一回ビオトープにコートを見に行ったんですけど、それがもう迷って迷って迷って仕方なかったから一回カフェ休憩。途中休憩。はい。ってことで、コーヒー飲んでちょっと相談してまた見に行きたいと思います。そう、フードの黒は違うと思う。あのザローの靴。小物って何？ザローの靴。ああ。買いたいって言ってた白いザローの靴。うん。よかったね。力を。
今年のコートと冬のワンピースをゲットしました。イエーイ。何歳になった？33歳。おめでとう。ありがとう。